ということで、レイド、やっていきますっていうのとやってました。累計が今53,303 ポイント、ずっと封印級の方を回ってました。でまずちょっと一言言いたいことがありまして、コロプラさん、ふざけんなということで、10万ポイント目指してるんですけども、もう30万、この協会騎士団賞、ふざけんな取れるわけがない。こればっかりはね、もうクリを使おう、クリ100個200個使っても取れないですからね。もう今回使うもんは時間なんで、もう、まあ、平等っちゃ平等なんですけども、常人じゃ耐えられないレベルです。30万ポイントはつらい。このね、5万ポイントもね、もう昼間からやって、今ちょうどね11時、夜中の11時半で、もう結構やってて、もう今土曜日の11時半、夜中の11時半なんで、ちょうど半分、真ん中折り返し地点なんで、そこでまあ5万ポイントで、まあ残りまあ1日と半分かなを、まあ、5万ポイント取れば、まあ、10万ポイント、まあ、そうすれば例のキャラクターたち、キャラクターカードたち、まあ、3種類いたんですけど、まあ、それを全員集められると、 S 進化まで、まあそれを取るように、まあ、頑張ります。まあ、30万ポイント取ろうとか言ってましたけど、まああれは無理でした。何なんですかね、なんかカードじゃない、カードじゃないっていうか、キャラじゃないらしいですね。魔導杯の総合でもらえるプラチナポットでしたっけ、あれみたいなもんなのかなみたいな噂がありましたけども、まだ正確には分かってないです。まあ、逆に言えば誰一人取れないっていう可能性もまああるんでね、分かんないんですけども。で、お知らせの方で確か変更が、そう、23日、まあ今日土曜日の、あ、先にこっちかな、23日の4時18分、まあ、すごい時間なんですけども、種族変更のお知らせ、まあ、これがまあ25日、確か22日にやるって言ってたんですけども、それをまあ25日に変更するっていうことですね。んで、ああ、まあ同じですね。まあ、これに関してはクリくれないんですね。もうクリすごいくれてますからね、ボン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 。で、もう一個の方が、なんでしょう。いっぱい書いてありますね。土曜日の4時から5時半の間に必要魔力以上の魔力が消費されている不具合を確認いたしました。わ、すごいですね、そんなことがあったんですね。いや、もうこの時間はもう完全に寝てたんで、もう夜中っていうか朝っていうかね、4時から5時半の間、この時間にやってる人もすごいし、コロプラさんの方も大変です。まあコロプラの下請けの、まあ会社ですけども大変ですね。まあこれに関して、まあ、クリスタル2個くれるらしいです。必要以上にっていうところはどれぐらいなんですかね。でもう一個が、このバトル開始時やバトル途中で強制終了した際、魔力を消費しないよう修正しました。どういうことなんですかね。バトル開始時に魔力を消費しないよう、どういうことなんですかね。クリアしたら消費するっていう判定なのかな。これもどういうことなのかな。
これちょっと分かんないんで、けどこれはなんかクリスタル3個くらえるらしいです。さっきのやつは別に3個もくれるってことは結構でかいことなんですかね。普通あのあれですよね、そのクエスト入ったら魔力消費されるんですけども、あ、フレンドでやっても消費しちゃったとかではないか。んー、ちょっとこれは分かんないんですけど、まあクリスタル3個もらえるらしいです。で、ポイント報酬の、あのクリスタルがもらえてなかったみたいな部分も、これに関しては1個、これ昨日言ったかな。うん、まあそういうことです。で、なんかこれ出てますね。キャラクターたちが。まあ、2500ポイントのザフル。これね、俺使えるって言ってたんですけども、なんか、シャッフルが4ターンなんですね。あいつ。男の子。魔導杯の男の子。誰だっけ？あ、ヘルムート。あれと一緒の4ターン。まあ、ただでもらえるシャッフルなんで。ちょっとね、4ターンって言われるとね、ちょっとどうしようかなっていう、まあ、ただし大回復なんで、ってところですね。で、あとこのリリグ、こいつが、竜族属性、竜族特攻、ですね、リリグこいつが属性暗殺スキルが種族の竜族特攻で、これがね何とかよく分かんないなみたいなことを言ってたんですけども、これがなんかレイドの敵が全部なんか竜族らしいです。なんでいわゆる今回のレイドキラーということなんですね、このリリグは。で、まあ、大回復なんですけども、なんかそんなに使ってる人いないですよね。まあ、ただリーダーしか見えてないんで、まあ、実際にメンバーに入ってるかもしれないですけども、さあそこです。確かね、ただね、この特大ダメージ、なんか 350% だったかな。だからかなり強いんで、まあ使えるんじゃないですかね。まあ、黄色なんで、まず一番回ってるね、封印級で使えるんで、まあ悪くないと思います。で、このラッキーか、これに関してはもう完全にカマラの劣化版。で、まあ前回コフィーと、ミネバの同じですねって言ったのは、アンサースキルに関してですね、まあ、そのダイアップとかそう関係なし、敵の変わらずに関わらずってやつ、これはあんまりいないけど、いますよね、今回の中級報酬、巨人の 10m 巨人とかそうなんで、まあ、ただね、あれよりは全然はるかに攻撃力も高いんで、まあ、取っておいた方が絶対にいいです。あんで、あとプレボに、竜専用の覚醒アイテム、あれが、なんか、勝手に入ってるじゃんか、みたいなことを言ってたんですけども、あれ、ドロップするらしいです。敵を倒すと。たまに。それ、知らなかったんで、なんかもうずっと愚痴ってたんですけど、これですね。これ、ドロップするんですって。なんで、スロップしたやつは、こっちのボックスの方に普通に行くんで、まあまあ溜まっちゃう。で、結構ね、溜まっちゃったんで、使ったんですよ。どれだったかな？竜。あ、これ。リリグ。リリグにね、1拡散。4枚使って、1個が 25% なんで、まあ4つ使って 100%。1個使って、まあ4つ使って、まあ1覚醒させました。まあ、本当はね、まあ、誰に使っていいのかよく分かんなかったんですけども、
まあ、とりあえずなんか使っちゃったんで、結構落ちるのか、なんか落ちないって人もいるらしいんですけど、結構俺の場合落ちてるんで、まあ、それにあと、まあ、プレボでももらえてますしね。まあまあ、まあ、いいんじゃないかと。んで、あと、もう一個、この巨人。これ、嗅覚性。んで、落ちました。1枚。1枚落ちたんで、もう合成しちゃいます。で、まあ、1角解放されましたということで、フル覚醒の巨人できました。パネブが1個で、まあ、基本的にはまあ HP アップだったり、まあ、軽減だったりってあるんでしょうけども、まあ、一番やっぱり特徴すべきはこの攻撃力200アップがまあ4つあ2つついてて、まあ、400アップで2550で、このアンサースキルが強いんですね。かなり。なんか最低ラインが100いくつだったかな、最低ラインが 160% からまあ 220% のランダムダメージなんで、なんかめっちゃ強いっす。なんかなんでかわかんないですけど、かなり強いんですね。使いどころがまだわかんないんですけども、袋フル覚醒自体あったんで、まあこれは置いておきます。でも上級のこいつがね、あと1枚プレボに残ってて、これもう3覚醒でいいかなと思ってるんですね。もういらないんで特別使わないと思うんで、まあ3連続攻撃っていうのがカーラちゃんがいるんで、しかもこっち変換ですね、こっちがいるんで、まあいらないかな。まあということで、まあ長々ちょっと喋っちゃいましたけども、レイドの方やっていきます。さっき動画1時間撮ったら撮れてたんで、多分大丈夫なのかな。けど失敗もする時もあるんで、まあ、なんとも言えないんですけども、でちょっとこれチームに入ります。これね、なかなかね、なんかね、すんごいみんなやってる、本当にやってんのかってぐらいわかんないんですけども、入れないんですね、なかなか。もうさ、自分でね、部屋作った方が多分早いと思うんですよね。ただ自分で部屋作るとなんか変にプレッシャーかかっちゃうんで、ああ、これもう入れないな。OKOK、入れられた。ショコラも始まりましたからね。動画としてはね、おそらく50分ぐらい撮るやろうかなと思ってんで、まあ5週ぐらいかな。ただこれ行くの、行くの4人だぜ。4人、なんでこいつ押したの、分からんな。まあ4人でもいけるとは思いますけども、いや5人待ちゃいいの。まあもう最近もう1ターン目と2ターン目はまあ、ここで言うと黄色パネル踏まないっていうのはもう浸透してきてるんでね。最初の方は結構みんな黄色踏んじゃってた、まあ俺も踏んでたんですけども、2ターン目まではね、踏んで違う色踏んでも大丈夫なんで、でまあこっからは踏んだ方がいいですね。3ターン目からは、まあ、パネルも効いてるんでね。
踏んじゃいます。うっちゃりと。やってて、こう順位がね、まあ、大事っちゃ大事なんですけども、そこまであれなんでね、どっちかっていうと、正解率の方が、なんか、結構大事になってくるんで、間違いない方がいいです。もう心配な人は、もう待ってやって、もうビリでもいいじゃんって感じでやってった方が、そっちの方が絶対に気楽です。ずーっと4日間1位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 、今回も1位ってもうパッパやってたらもう疲れちゃいますから、ただでさえもうこのありえない30万ポイントとかいうふざけた報酬をやらされてるんで、まあまああんまり気張らないようにしてください、皆さんも。楽しくねっていう言い方がね、ないですからね、今回の。いや、30万ポイントは無理でしょ、あれは。あとね、部屋、あ、俺か。部屋、あ、これ2色だったかな。あ、今のね、ところはね、多色の、まあただね、もう今2周目だから、もうパネル変換が溜まってるから、まあいいっちゃいいけど、うんうん、まあどう、あ、そうそう、パネルが溜まってるからね、変にもう攻撃した方がいいっていう可能性もあるんで、まあそういうことにしておきましょう。で、地味にやっぱね、この黒パッツァーの見破りがね、でかいです。でね、あと風級で大事なのはね、蘇生と、この回復回復。特にね、蘇生。この一品の人のセシリアでしたっけ？これがね、あ、蘇生、うん。がね、すんごい大事。ため攻撃してくるんですよ、最後の方に。これがね、ほぼ死ぬんで、その時に蘇生してくれると、蘇生して、すぐに SS 回復してくれると、もう、超大助かりですね。ただね、蘇生して回復してくれる人もいたんですけども、なんかね、回復の、なんだ、勲章？あれもらってる人がね、まだ一人もいたのかな？あんま見てないんで、あれもらえてるとどうしたんですかね？テストの時は1回でも使えばね、もらえてたんですけどね。で、ここで、まあ、これ使っちゃいましょう。遅延。遅延もね、なんかもう持ってるのが当たり前みたいなね、雰囲気になってんで、もう、良かったですよ、俺は。ほんと、黄色がね、ここで良かった。黄色が揃ってるんでね。これがもしも赤だったり、水色だったら、もう、入れないですよ。とてもじゃないですけども。お荷物で。こら、わからんね。AKB って言われても。これ多分一人4P の人が正解してるから、なんか単独正解のスキルみたいな勲章が多分、あ、一回だけじゃもらえないのかな？え、これ4人だよね。結構攻撃してるな。俺、ためしてないね、まだ。あ、でね、あと思ったよりも、止まらないですね。いわゆる失敗？なんていうの？
ちゃんとゲームが進行しなかったっていうのが1回か2回はあったんですけども、そこまでなかったんで、ちゃんと調整したのかなってところですかね。で、まあ倒しました。結構これ4人だからね、これ。多分ね、封印級が一番回ってる人が多いです。多分8割方封印級なんじゃないですかね。ほんとそれぐらい多いですよ。あ、インテリ、あ、1回でももらえるかもしれないですね、これ。さっきね、1人だけ正解してたんで、あ、これね、正解率がちょっと低いんで、ポイント獲得で、うん、これチーム正解率っていうのがね、100% だとね、200かな、200もっともらえたかな、平均がね、900ぐらいになるんで、この775っていうのは、低いです。で、あと、ちなみに勲章、これもらったことがないですよ、まだ1回も。で、まあ、これ、で、まあ、カード出して。で、もう、またすぐ回ると。もう、これの繰り返しですよ。永遠と。何の面白みもなく。これはね、入れないんだよね、なんか。なんでだろうな。そんなにすぐ埋まるかってぐらいものすごいスピードで埋まるんで。あ、帰れ、帰れた。さすがにこの友達であるやつの中で多色、いわゆる赤で挑んだり水色で入ってくる人はいないですね。これ入ってこられたらちょっと困っちゃいますからね。逆にああやって遊べてたのがもうテストの時だけですよね。本番テストであんな水色で挑もうとかいう遊びしてる暇ないですからね。で、まあ1人入ってないですし、まあただ10万取れば、まああとは遊べるのかな。で、あとね、魔力が基本的に友達とやってると使わないんで結構たまるんですよ。なんで基本的には、まあ、本、魔導書を回ったり、まあ、あとは土日なんで全ての素材が出てくるんで、まあ、それ、まあ、育成したりとかそういうことになるのかなっていったところですね。まあ、あと巨人イベントがあるんでそっちもね回ったり。あとはショコラですね。あれどうしようかなと思ってんですよね。ショコラ中級報酬がシビー。シビーはねもういらないかな。あれはもういいかなってところですね。炎の、大回復大ダメージだったかな確か。ちょっとね、ステータスが低いんで、まあ、中級報酬なんで、あれですね。で、上級報酬のパルペ、水色の、死んだ数だけダメージダイアップと、SS が大回復のやつがね、あれがね、ステータスがちょっとおかしいんですけども、確かね、HP が2000くらい ?2000 ちょいで、攻撃が1500で、まあ、生贄1体使って落ちた瞬間に HP2000 の攻撃3000に変わるんで、
で、まあ、SS も大回復ですし、まあ、使えるのかなと思うん で、ただね、あれ、何でしたっけ、覚醒がね、どんな覚醒だったかちょっと覚えてないんで、まあ、それ見て、まあ、できるような覚醒しようかなと。で、それで次の上の、まあ、風球のパッツァ。まあ、これはね、もう、全力ですよね。特に黒。まあ、白はね、白は全体ダメージだから、全体 大ダメージ の軽減、2ダメージを 75% 軽減、こいつが、3、4のラストで必須になるんですね、絶対に。必須もしくはアルビオン、まあ、アルビオンの場合はもう白パッツァしかいない。あ、けど、まあ、今前職とかいろいろあるからあれですけども、まあ、白パッツァがあれば、まあ、3、4クリアできる、まあ、キーカードになってるんで。ただもうクリアしちゃったんですよ、俺3、4なんで、まあいるのかなーってったところなんだけどね。まあ、白パッツァいる、まあいるのかなっていうか、フル覚醒させようか、まあ、また今後ね、火ダメー火軽減が強くなる可能性もなくはないんで、まあ余裕があったら覚醒で、黒に関しては、まあ、今この真ん中にいるね、黒の子に関しては、まあ大回復の見破り、これはもうフル覚醒も上等、必須のレベルなんで。あら、これ一人だけあれですね、なんだ、単独正解で、上級のムーマ、これパズドラ他社の宣伝していいのかな、パズドラじゃなくて、なんだっけ、ムーマ、ムーマがちょっと、ムーマ、あれ、俺負けた？マジ？あれ久々に負けたな。あれ負けちゃいました。あれなんで HP マックスじゃなかった？もう全然見てなかった。まあ負けたのも嫌ですけど、また入る時が一番ストレスがたまるんで、もう入れない、これ一発で入る試しがない。あれ今どうだったか、マックスじゃなかったのかな HP、 あれ HP マックスじゃないとね、俺のメンバーだと耐えれないんで。あ、入れた入れた、オッケー。で、ムーマ、ムーマに関してはね、俺一体も持ってないんで、両方とも2種類あって、1体目が、5問連続正解でダメージダイアップの敵単体 HP を 20% 減少か、 HP をかなり回復で、 SS が水ダメージ 75% 軽減、まあ火のキャラなんですけどもね、まあ、いわゆる苦手属性をまあ軽減なんで、まあカナさんも回復なんでね、まあ、持ってないんで一体も両方とも、まあ、両方集めて、覚醒がね、どれぐらい、もう今回のオカミがもうかなりの黒歴史なんで、もう、あれはあれだけどね、ただもう、何枚かって決まってんのかな。パッツァの時はまだね、覚醒、なかったんですよ、覚醒が。なんで、あと何枚で覚醒できるみたいな情報はまだ書いてないんで、まあ、わかるんですけどもね。
時間であれしていけば、どっちが強いかって言われると、まあ軽減がね、使いどころがね限られるからね、なんとも言えない気がするんで、まあ、どっちかっていうと攻撃も最近ね、イノシシあれがね、あタコか、タコみたいなやつが出てくるんで、攻撃がねうち弱いんだよね。どっちかっていうと、まあ何かこのどっちが白ムーマで、どっちが黒ムーマ、多分黒ムーマっていう方かな。5問連続でダイアップの HP20% 減少、こっちの方が欲しいかな今のところは。皆さんこれまあ見てる人何人いるか分かんないんですけども、どれぐらいなんですかね、10万目指してるんですかね。ますけど、さっきもねもうずっとやってたんでね、まあ皆さんもそうですけども、ずっとこれやってるんですよ、みんな。もうこれね30万ポイントっていうのはね、次回ちょっとね改めた方がねいいと思うんですよね。もうね高すぎ、無理、ちょっとコロプラさんお願いしますよって。10万はねちょっと高すぎですよね。次回はね15万ぐらいかな。20万でももう取ろうとは思わないな。もう今の時点でもう10万なきゃダメよって計算ですからね、累計で20万報酬の場合、それはもう無理なんで、もう10万がもういい限界。多分普通の人はもう何やってないんじゃないかな、ガチャで集めてる人は、まあ、図鑑集めたいっていう人は別ですけども、もうそんな強くないやつなんでいいわって人もいると思いますよ。もうこれはもうありえない、何の変わりもなくてもずっと回ってるんで、ただここまでやって10万もらえませんでしたっていうのも尺なんで、もうこれあれですよね、もうやめられない、中毒みたいな。そんな感じなんでね、もう入れないし、これねおかしいね。これやっぱね入るときが一番ストレス多分かな、絶対に、ね、一発で入れないから、自分でね部屋作っちゃった方が絶対に早いと思うんだよな。
そうしちゃうか。あ、入れた入れた。あとね、そうそうそう、この封印級回ってる人がほとんどなんですけども、なんか噂だと上級を超高速デッキ、超火力デッキで回すとものすごい効率がいいらしいです。やったことないんですけどね。なんかもう多分回復無視で、なんかね、なんか見てない、動画見て、動画がなくて、なんかバラバラに書いてあったのよくわかんないですけど、なんか2ターン、2ターン切るっつうのはあれは嘘なのかな、けどまあ4ターン切るみたいなあったんで、効率いいですよね、そんなパパパパパッといけんなら。ただそんなメンバーがね、なかなか上級で集まれないと思うんで、まあ上級、まあ超火力のみ来てくださいみたいなやつやればまた別ですけど、まあ来るとは限らないんでね、なんとも言えないですけども、これどれだ、どれですかね、12月4月、ただそれがあったとしても、まあ上級赤の火力がね、俺にはないですからね。これやばいな、ちょっと。あそこってスキルためだったかな。俺今3色選んだ。もう俺3色選びました。黄色があったのかな、あったのかな。あー、どうだったかな、なんかちょっと寝ぼけてたかな。まあ、しょうがないっすね。いや、もう申し訳ない。次回っていう、まあ、いわゆる来月ですよね。来月また30万、いやもうドン引きですよ、30万だったら。またただ今回に関してはコロプラさん自体はもう勝ってないですよね、多分。でクリスタル使ってないですもんね、まあ、リタイアで使ってる人いるかもしれないですけども、まあ、魔導杯に比べたらもうほぼ使ってないに等しいレベルなんでね。えサーバー使ってお金はねもらってないって感じなんで、コロプラとしても微妙、コロプラさんとしても微妙なんじゃないですかね。クリスタル使わせる、実はこれもテストかもしれないですけどね、実はみたいな。いや、テストだと思いますけど、30万、どういう基準で30万にしたのか、どういう計算したのか聞きたいですよね。1日何時間、その1戦闘でどれぐらいかかって、1日何時間やってもらえるのかっていう計算、ちょっとね
まあしたと思うんですよ。それ計算して4日間でおそらく上級者のみもらえる30万って設定したと思うんですけども、どういうその人物像っていうか30万設定したのか。あ、これ軽減ね。軽減でかいですよ。多分軽減しないと死ね、死ね。俺の場合だとね、あの、巴がね、全属性軽減持ってるんで、10%。この2人だけ耐えられるんですけども。うん、まあ、遅延がね、もう必須ですよね。あ、俺のまんまで来ましたね。まあちょっとこれ今までほとんど使ったことないですけども、大回復使ってで、まあこれ押して、まあ、目破り使っちゃいましょう。一色踏むよりはね、こっちの方が 100% 合うんでね。で、まあ終わりと。なんかね、魔導杯の1位の人はその4日間その金曜日の夕方から月曜日の間に栗がね110個だったら100個100いくつ使った。でしかも睡眠時間が1日2時間だったってなんか噂だと出てたんで、それ基準にちょっとされっていうか、もう多分それぐらいの基準なんじゃないのかな、30万ポイントっていうのは。いや無理でしょ、30万っつってもね。いやほんとバカじゃないのかって、いやありえないでしょ。ちょっとこれ部屋作ってみますか。来ますね。もう一気に来ますね。もう挨拶してる最初の方ね、挨拶したんですよ。もうよろしくとかにゃーとか、もうめんどくさくなってきますよ。もう散々やってんで、もうパッパッパッやった方がもう他の人もいいと思ってるんですよね。もう挨拶、そう、挨拶すらなくなる設定にしたコロプラさんが悪い。これはその楽しくやるっていうのがもうないから、にゃーにゃーとかテストの時遊んでたじゃないですか、止まった時とか。あれもうあれしてる暇あったらもうさっさと抜けて、もう次って次ってってやっていかないともう終わらないんでね。これで終わりかな、時間としては。もう1回ぐらいできるのかな。あのね、録画がね60分までしかできないんで、皆さんもあれですか、封印球回ってるんですかね。そう、上級がその高速回転でなんか絶がねなんか難しいらしいですよ。まあ、俺の動画でも、まあ、瞬殺されてましたけど、俺はなんかね HP がなんか2500以上じゃないとどうのこうのみたいな、そんなね人はいないです、うちには。
成してもこんなのエーテルがないですし、これどうなんだろう、2色潰した方がいいのかな。まあ1色でいいか。もう行きましょう。これ多分ね、動画としては50分動画、まあ、もし50分動画になると思うんですけども、それは端末それ終わったら、終わってもまたすぐ取り直すと思うんで、まあ、そっちでも。撮ってどうなんだって話ですけどもね。まあ撮って、まあ、昔こんなことやらされてたんだってね、思ってもいいと思うんで、おおおお、すごい、一気に。んで、まあクリアと。もうね、これどっちかっていうとね、攻撃火力デッキの方がいいんじゃないかなと思いますよね。回復2枚で火力でいけば多分相当のスピードで回れるんじゃないですかね。おで、このチーム正解率が 98% に行くと、まあ、300ポイントぐらい。100% だと、ね、いくつだったかちょっと忘れたんですけども、で平均的にはだいたい900ポイント前後もらえます。でこのランキングポイントはね、まあやっぱ誤差、まあ、1位だといくつだったかな、まあちょっと忘れましたけども、まあ、ほぼだいたい900もしくは1000前後なんで、まあこれもらえますね。で、まあ、動画始まった時は5万始まりだったのが、今5万3000。もう、これも長い。ほんとに長い。もう一戦できるかな。これ多分ね、やっぱ自分で部屋作った方が早いですよ。もうチーム作るストレスがね、あるんでね。入れないみたいな。それやんだ、それ味わうくらいだったらもう作っちゃって、もうあとはもう他人に任せるっていうのがもう一番楽です。ほらもうすぐ来るよ、これもうポンポン組んで、もうこれもバンバン行きますよ。もうでこの 5P のやつがね、多分竜族特攻じゃないですかね、おそらく。ただ協力プレイなんで、特攻部屋とかまあ、FPS とかであるじゃないですか、銃なしでナイフのみでとか、そういう部屋とかいろいろあるじゃない、部屋名を作って、そういうのは今回のやつがないんでやりづらいですよね。回復2枚以下のみの部屋ですとか、そうすればそれ引っ張って入れたりとか、そういうことが、まあ、できるんですけどね。 FPS だと、もうこれだとね、まあただそっか、人数が多いからね、ごっちゃごちゃになりそうだからね。まあ一つ、まあ、全員やっちゃえみたいな、こっちの方が楽かもしれないですけども。ため息しか出ないですよね。今もう12時に、ね、回りました。12時回ってけどね、これからあと2時間ぐらいはねやった方がいいかな。だい
教授というか、もう寝る前までに6万ポイントぐらいまで行ってほしいから。で、まあ日曜日中に9万、で月曜日できないでしょ。これおかしいよ。だから10万でこのおかしいよ。だから30万はもうあの伝説ですよ。伝説のレベル、もう語りさえすらされないですよね。いやもうほんとね、黒歴史レベルですよこれ。あれ何なんですかね、30万のやつ。今んとこね、まだ誰もねもらったって人がいないんで、わかんないんですよ。どんなものなのかっていうのは。あれ？これ WW？ トラベリングか。あれがね、もしもアネモネさんとかだったら、多分もう大変なことになってますよね。アネモネさんとか、あともしくはあの電池全能だったかな、あのロリッコのユリッコの子、あの子とかがもしも例えば25万とかあと付近に行ったら、もう大変なことになってましたよ多分。なんすかね、30万ポイントのやつは。でも動画見てる人はもう多分もう分かってるのかな。今の時点、土曜日の時点、2日目時点でもう分かってないんで、なんか画像は出てましたけどね、ネット上で。なんかね、変な紋章みたいなやつ。逆にね、あれが超必須アイテムとかあったらもう半貫買いますからね。無理だろうっつってね。これ竹豊かでしょ。これ竹豊かで、まあ倒しましたと。あれ、一回間違えなかったら10ターンなのかな？間違えたかな？俺ね、まだね、勲章1個ももらったことないんですよね。うん、まあ、ね、平均はまあ900ポイントかな、俺の場合だと。まあ、他の人もそうなのかな？絶どれぐらいもらえるんですかね？それまだ分かってないんですけども。うん、で、まあ一応何回やったかな、3回か4戦闘、あ、魔力がいっぱいになってきてる。で、まあ、3ターン、4ターンじゃなくて、3回戦、4回戦ぐらいやったんですけども、ちょっと時間の方がね、これ60分までしか取れないんで、もうとりあえず一旦ここで終わりにして、またすぐにやります。ということで、一旦終わりです。Thank you.